的場だよ、的場だよ、乗ってくれてありがとね。わあ、代々木駅、いや、今から虹コンの制服地図で、8時から生放送なんですけど、ちょっと早めに合流して打ち合わせをしたりなんなり、前髪が正常体、 YouTube チャンネルで今日あれなんです、なんか的場の一日密着みたいなやつやってるんで、大丈夫ですか？すいません、失礼します。そしてロゴが変わっている。そうだ、どうぞということで、はい、で、今週のトークなんです、まあ先週ですけどね、よー、こっちが先行だよ、おーお前は誰だ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 何も言い風で、なんだこれずっと代理されてるダンサーの子供注視ろ注視ろ、よーなんだ、はい、せーの、こんばんは、二時間の制服チューズデイ、またばかりんです、清水理子です、岡田あやめです、キルタアリです、私たちチューズデイズフロム虹の空気ソロールです。今やってたのがサウンドチェックです。そうね、サウンドチェック、私たち虹のあ、違う、チューズデイズフロムだ、これからあと4分ない、あと3分後くらいに始まります。始まっちゃいます。おい、勝手に撮ってんじゃねえよ、おら待って、充電がないって言われてるんだけど、やば、一旦切りますね、頑張ります。ちょっと電源が、カメラの電源が切れてしまったので、ここからちょっと携帯で失礼します。イエーイ今はやるっきゃない、やるっきはない、やるっきゃない、 21-8 流してます。おめちゃ絶対あると、絶対にあると思いますまだまだ頑張ります、頑張って、ただいま、FM 富士の虹子の制服チューズデイが終わりまして、みんなは次の番組の冒頭をいつもちょっと見学させていただいてるんですけど、私はちょっとこの後また次は、向井の喋り方という番組に、生放送でゲストで出演させていただくので、ちょっと抜けてます。そう、今からちょっと一人で次の現場に移動します。ただいま CBC ラジオの逃走者の中にいます。イエ、今日はミーユとアオちゃん、うっ、それでは似顔絵を描いて向かいたいと思いますよ。前髪斜めすぎたかな斜めすぎたかなってあ、この子ちょっと脳人間のエンディングがあご長いみーゆ、うまいね、うん、ありがとうございますすごい、みんな違う個性が、感謝三様の向井さん、向井の喋り方、ハッシュタグ向井の喋り方終わりました。なんとすごい時間を延長してくださって、いっぱい話していただきました。嬉しかった、楽しかった、ね、ただいま帰りました。これからね、お風呂に入り、明日の準備をしと考えると気が遠くなりそうですね。まあ、いろいろ余裕を持って6時だな。6時に起きます。そしたらそのロケがね、2本分撮りに行きます。頑張ろう。先
台本もいただきまして、ちょっとしっかり読んでお風呂に入ろう。よし、ちょっと言葉が動けるのかわからないですが一旦切りますね。ちょっとぜひ的場のことを褒めたたえてほしいと思う。ただいま2時5分お風呂に入りました。顔がね、なんでこれテカテカかっていうとね、化粧水つけて、そう、保湿をね、したのでテカテカなだけです。でね、ちゃんとね、歯磨きもしたでしょ。で、化粧水も塗って保湿もしたし、全身にボディクリームだって塗ったし、まあ、あとはちょっと足のマッサージとかはしなきゃいけないんだけど、乾かします。もうこれ乾かしちゃえばもう私の勝ちですからね。さあ、自分の部屋に行こう。よいしょ。さあさあ皆さん、ラストスパートでございます。これさえ終われば今日一日がほぼ終わったと言っても過言ではない。明日の荷物の準備をします。よし、あとはまたメイクして荷物詰めないね。 OK、 こうやって枕を置いてね、よいしょ、こうやってね立てかけとくんです。そうすると、このパンパンにむくんだ足が、ちょっと治る。これで、私はこのチャンネル登録してる YouTube の人の動画を消費してる。よっしゃ、あ、ごろ。はい。ということで、このままちょっと寝つくまでどのくらいかかるかわかりませんが、ちょっと待って、あれをアラームかけない。ただいま3時6分、こんな時間になっちゃった。仕方なしですな。明日も頑張りたいと思います。これでもう終了か。1日密着どうだったかな。今日はね、なかなか朝から昼はちょっと時間があったからいろんなところに行ったりしましたが、楽しんでもらえてたらいいな。ちょっとね、初めてだったんでうまく撮れなかった気しかしてないので、またちょっとリベンジをそのうちしたいと思います。リップ塗ったよね。リップ塗った。さっき目薬も出した。よし、それではおやすみなさーい。こちら画面がこちらから見ちゃうんだよ。おやすみなさーい。